ここ東京には活躍の割に知名度が低い戦国武将がよく通うというキャバクラがあるんだとか。今宵も誰かわからない武将が来ているご様子。レイナさんです。こんばんは、レイナです。よろしくお願いします。こんばんは。お隣いいですか？どうぞ。失礼します。お客さん何飲まれます？じゃあロックで。うわ、ロックいっちゃいます。オッケーですよ。なんかお客さんイケメンですよね。そうかな。もう見るからにイケメン。そうかな。もうそのね、ちょびひげもそうですし、その入ってきた時のいでたち、あとね、そのね、足の組み方からしても、そのタバコの吸い方からしてもやばい。もう目にやばい。もうとろけちゃう。もうどうしよう、レイナ。あ、そう、ありがとう。じゃあそのクラクラしちゃうイケメンに、はい、乾杯。いいね、ロックって、うん、来ちゃう。え、お客さんって戦国武将の方ですよね。あれ、もしかして俺のこと知ってる？うん、知ってるも何も。名前はちょっと分かんないんだけど。でもね、キーは絶対分かると思うよ。本当？俺五大老の一人だから。五大老？五大老、学校で習ったでしょ。その日学校休んでたのよ。五大老知らないの？え、五大老って何々誰がいるの？徳川家康と前田利家と小早川隆景と毛利輝元と上杉景勝とあと俺。え、ちょっと待って、ちょっと、え、もう一回言ってもらってもいい？徳川家康、前田利家、小早川隆景、毛利輝元、上杉景勝、そして俺。え、6人いるじゃん。ちょっと待って、五大老でしょ。五大老ってなんで6人なの？ちょっと待って、それは上杉がね、あの入ってきたのは小早川隆景の死後で、それに五大老っていうのは後から作られた名称で、当時は別に5人って決まってるわけじゃなかったし。それより俺の名前わかんない？え、聞いちゃう？もうズバリ答えてほしいな。浮田秀家。浮田秀家、知らないの？そりゃまずいな。俺五大老のナンバー2だよ。え、ナンバー2なの？すごいじゃん。もうそれは書いてよ、覚えなきゃだよ。私もバカだな。書くものある？ちょっと待ってね。はい、これ書いて書いて。店員のペン渡しちゃいます。あ、もうやばい。う、き、た、うん、なんか難しいね。ひでい。重要なのはこのひでっていう字ね。これある人からもらった漢字なんだけど、誰だかわかる？わかった、松井秀喜。だって秀喜の家ここに入ってるからでしょ。いや、あの、豊臣秀吉。そっちか、また渋いとこ行ったな、うん、俺秀吉さんには相当可愛がってもらったんだよね。そうなの、すごいな。言ってみれば秀吉さんの懐刀だよね。出た、懐刀。もうかっこいい証拠だよ。四国攻め、九州征伐、それから小田原攻めにも参加して、秀吉さんの天下統一に貢献して、その後秀吉さんが朝鮮半島に出兵した時には、俺総大将まで任されたからね。総大将？しかもね、その時俺まだ20歳。最高。もうイケメンは違うな。でもね、五大老に任命されたとこまでは、俺も超順調に豊臣政権のエリート街道を歩んでたんだけどさ、そっからが大変だったんだよね。何したエリート？まずね、秀吉さんが死んじゃって、五大老の一人だった家康がだんだん豊臣家の意向を無視するようになってきた。それまずいな。しかもね、そのタイミングで、うちの浮田家の内部でも揉め事が起こって、それで有力な家臣が何人も出て行っちゃったわけ。なんでなんでなんで家臣が出て行っちゃったわけ？心配だよ、それは。はい、ポッキー。家臣同士の揉め事とか、いろいろ理由はあるんだけど、まあ、俺が鷹狩りに熱中しすぎちゃったってのも原因の一つかもね。鷹狩り、え、何よ、キキ、鷹狩りが好きなの？大好き。へー、珍しい。あれはね、一回やっといた方がいいよ。俺もね、秀吉さんのお付き合いで始めたんだけど、あ、今度一緒に行く？いや、私持ってないし。あ、俺たくさん買ってるから貸してあげるよ。え、そんないっぱい買ってんの？この前聞いたとこによると100羽。100羽？ちょっと待って、たった100羽買ってるって聞いたことないから。そりゃ家臣も出てっちゃうよ、キキ。確かにね、お家騒動も大変だったんだけど、
俺の一番の転機っていうか、うん、運命が変わったのはやっぱり関ヶ原だよね。わあ、来た関ヶ原だ、うん、結構さ、その時代の流れを読むやつっていうのは東軍についたんだけど、うんうん、俺はやっぱり秀吉さんに恩があるじゃない、うん、だから当然西軍につくよね。つくよ、だってね、恩は大事だから。でしょ、わかる。西軍の総大将は毛利輝元で、俺は副将だったんだけど、うんうん、総大将の毛利が戦が始まってもなかなか大阪城から動かなくてさ、うわ出たよ、じれったいやつだ。でまあこれは俺が総大将としてやっぱりこう頑張っちゃうよね。何、イケメン頑張っちゃった？めちゃめちゃ頑張ったね。いや頑張りに乾杯。乾杯。でね、うん、東軍の福島正則軍と真っ向からぶつかって相当したからね、うん、ぶっちゃけさ、あのまま行ってれば多分西軍勝ってたのよ、うん、あ本当に。ところがさ、小早川秀明って知ってる？全然知らない。五大路の一人の小早川高景の息子なんだけどさ、うんうんうん、あいつ秀吉さんにすげえ世話になったくせにいきなり西軍裏切ってさ、うん、それで一気に東軍の勝利だよ。ああもう最悪だよ、恩知らずは最悪だよ。あいつ最低なんだよ。最低最低、そういう時も飲んじゃった方がいいよ。はい、どうぞ。乾杯。乾杯。飲め飲め、いいねいいね、うん、いい飲みっぷりだね。でどうする、鷹狩り行く？ほらまだ狩りとかにね興味ないし。はい、あじゃあさ、うん、八丈島にダイビングしに行きなよ。え、八丈島？大丈夫？大丈夫。八丈島にびっくりしちゃった。俺ね、うん、関ヶ原の戦いで負けた後に八丈島に流罪になったの。それで今ね、八丈島に住んでんだよね。嘘、もう超立派。海めっちゃ綺麗だよ。わあ。ダイビング最高だよ。もう想像しただけでとろけちゃうね。楽しそう。じゃあ決まり、いつにする？来年ちょっと予定が入ってる。再来年の夏は？再来年？うん。レイラさん、指名入りました。今ダイビングの話してたんだよ。タイミング悪いね。嘘、残念だわ。これ私の名刺。はい、今度来た時はもっとゆっくり八丈島の話聞かせてね、うん、絶対指名してね。ありがとう、キッキー超イケメン、も超クラクラ、超ヤバい時間だった。 ありがとうね、バイバイ。バイバイ。ほら、この間の忘れ物。え、なになに？ほくろ。探してたんだよ、もう新しく生えたばっかだったからさ。もう押さないでよ、ほら。ありがとう。あれ、あのちょびっとしたヒゲメン、戦国武将？あ、そうそう。ね、五大老の一人なんだって。五大老ってすごいじゃん、なんて人？思い出せないんだけど、うん、ちょっと五大老のメンバー言ってて、うんうん、ミッキー吉野、竹川、竹、わかんねえや。ね、もういいよ。ほくろつけよっか、うん、ね。